平木線は、朝鮮民主主義人民共和国平壌直轄市中区域にある平壌駅から平安北道新卫樹市にある新卫樹青年駅までを結ぶ、朝鮮民主主義人民共和国鉄道省の鉄道路線である。日本統治時代には、京儀線として、京富線とともに、京城を起点とする朝鮮から、満州、中国方面への連絡を担う重要幹線と、 位置づけられていたが、軍事境界線を挟んで路線が分断されたことに、伴い、北朝鮮側の路線を、平壌駅を境として、北側を、平木線、同国の姿勢下においては、南端となる海上までを、平釜線と解消し、現在に至っている。平壌北京、モスクワ間の国際列車も運行されており、外国人が利用できる、唯一の路線であり、近日生、 近小日専用列車も通る主要幹線の一つである。近年は状況が悪く最優等列車でも表低速度は時速30から4 0トル程度であり、日本統治時代より平壌新位時間の所要時間が伸びている。なお、経緯線は第二次世界大戦末期に伏線化工事が実施されていたが朝鮮戦争で破壊された後はほぼ全線が、 単線での運行となっている。また、北朝鮮では、石油以外の資源が多く産出できることから、水力発電、火力発電を用いて、鉄道の電化が積極的に推し進められ、両線とも現在では、直流3000ボルトにて電化がなされている。なお、潮州南新宇宙間のルートは、朝鮮戦争後に、日本統治時代の田島鉄道を買収した、旧、 要支線ルートに切り替えられ、それまでの白馬経由のルートは、支線の白馬線となっている。その他、か、平壌市内でもルートの一部が変更され、日本統治時代より 20.9km 短縮された。2014年10月現在の、平木線平壌新宇イジュ青年間の休行51.52、列車の運行時刻は次の通りである。 河川の電圧低下や停電などで実際には時刻通りに運行されないことも多いが、それでも国際列車の運行にはかなりの余裕時間が組み込んであるので、平壌発中国行きの国際列車の時刻が大幅に乱れることはあまりない。ありがとうございます。